今日のお題はカシューイモだよ。カシューイモ、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。カシューイモは山の芋か山の芋族の多年草だよ。原産は中国だね。名前の由来は根茎がカシューに似ていることから来ているんだけど、そもそもカシューというのは鶴毒ダミの開根を乾燥した生薬のことを言うよ。特徴は根茎に膨らんだ節が多くあることだね。なるほどね。食べることはできるの？開根とムカゴを食べることができるよ。ムカゴって何？脇芽が養分を蓄えて肥大化した植物の栄養繁殖器官の一つで、簡単に言えば木の上になる芋みたいな感じかな。カシュー芋のムカゴは大きいものだと 2kg を超えることもあるようだよ。 2kg のものがなってるなんて想像もつかないよ。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。